どうもです。本日はこちら、はい、今話題のねカルディの塩レモンパスタソースのご紹介です。パッケージはこんな感じです。なんか爽やかですね。お値段は一袋一人前で税込み124円になります。だいぶコスパいいですね。カルディのホームページ読んでみると、レモン果汁のすっきりとした酸味、皮の爽やかな香りがニンニクベースのソースと相まって、レモン独特の美味しさが出るように仕上げましたとのことです。中身はねこんな感じです。ソースなんでね具は入ってないんですが、結構ニンニクのね香りがしっかりと効いてるんですが、全体的に爽やかな感じです。こちらを使ってね今回はパスタを作りたいと思うんですけれども、作り方は簡単で、これに、オリーブオイルをね混ぜてパスタと和えるだけで簡単にできるということなんですが、ちょっとね一手間加えたいんで、今回はねこれも買ってきました。同じくねカルディのイワシの水煮缶です。お値段は税込み159円。こちらもパスタソースと同じくだいぶコスパがいいですね。パッケージはね、カルディらしくこんな可愛らしいパッケージとなってます。結構ね大きめのイワシがゴロゴロっと入ってますね。内容量多かったですね。ぎっしり詰まってる感じで、はい、それではねこの2つ使ってパスタ作っていきたいと思います。それではいただきます。パッケージにはね酸味の強い調味料って書いてあったんですけども、全然そんなことなくて、レモン風味でさっぱりしててねめちゃくちゃ美味しいです。食べた感じね、お肉よりも今回のように魚介類の方がね合うと思います。レモンのねさっぱりした味には、鶏ガラベースで作ってあるのでチキンとかもね美味しいかもしれないですね。確かにねさっぱりしててめちゃくちゃ美味しいですわ。はい、というわけで本日はこちらねカルディの塩レモンパスタソースのご紹介でした。おしゃれなカフェとかで食べるようなね味がね自宅で再現できるのでかなりおすすめです。今日作ったメニューの他にもねいろんなアレンジレシピがあるみたいなのでね、試してみてはいかがでしょうか。はい、というわけで本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければね高評価ボタンとまたチャンネル登録の方もねよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ゴーさんゴムビーゴーでした。